この写真は野生のニホンザルが温泉に浸かっている様子でこういう風な状況を長野県の地獄野猿公園っていうところで見ることができます温泉があるってことは火山活動が活発で日本には100個以上の火山があるな実はたくさんの火山があることによって日本っていうのはいろんなものに恵まれています例えば土地が隆起したり沈降したりすることによって山ができたり 島ががでででききたり海岸線沿いでは入江なんかができます。例えば日本一の山である富士山っていうのも清掃火山で火山活動によってできたもの日本は島国で日本の周りにもたくさんの島があることによって漁業が盛んだし入り江があることによってたくさんの魚が集まってきたりまた養殖なんかが盛んに行われていると。 一方で災害っていうのも受けてしまうねんな。これは地球が生きているっていう証拠です。火山は噴火したり、地震が起きて海に近いところでは津波の被害にあったりします。この動画では火山なんかの大地の変動による恵み、一方でそれによって発生する災害について見ていきましょう。 まず最初に大地の変動による恵みやねんけど、さっきも言ったけど、温泉とか観光地っていうのが日本中にたくさんあります。例えば代表的な温泉地である群馬県の草津温泉だったり、大分県の別府市では温泉に入ることはできへんねんけど、地の池地獄っていうふうに観光スポットにもなっています。 他に何があるかというと、リアス式海岸。これは海岸線がまっすぐではなく複雑に入り組んだ構造をした海岸な。こういうところでは漁業とか魚介類の養殖なんかが盛んで、日本では毎日新鮮な魚介類を食べることができるのも大地の変動による恵みの一つやねんな。一方で大地の変動による災害っていうのも起こっていて、 2011年東北地方太平洋沖地震これは震度7のマグニチュード9.0地震が発生したことによって津波も発生し宮城県の仙台市ではこういう悲惨な状況になってしまいましたまた地震による被害のことを東日本大震災って言って福島県の原子力発電所の事故にも至っています また他には2016年の熊本地震これも震度7のマグニチュード7.3熊本城の石垣が倒壊したっていうのはみんなテレビとかで見たことあるかなと思います地震だけじゃなく火山の噴火っていうのも起こっていて長野県と岐阜県の県境にある御嶽山っていうのは2014年に噴火してしまいました 火山が噴火することによって起こってしまう災害の例として、火山だむちゃくちゃ大きい石なんかが飛んできたり、地割りや土地の流気によって道路が壊れたり、また火山灰が発生し、その後雨が降ると土砂崩れや土石流なんかも発生したりします。 毎日毎日大地の変動による恵みっていうのは受けてんねんけど、やっぱり地球っていうのは生きているから、ごくたまに火山、地震、津波なんかの災害っていうのが起きてしまうねんな。こういうふうな災害から身を守るために作られたものの一つとして、ハザードマップっていうのがあります。被害予測地図とも言ったりします。これは自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したものやねな。 例えば、富士山なんかにもハザードマップがあって、富士山っていうのは火山やから、もし富士山が噴火した場合、噴火した地点はどこなのか、またそれによって発生する災害っていうのはどこの範囲まで及ぶのかっていうのを地図化したものをハザードマップっていうふうに言います。もちろん噴火だけじゃなくて、別の場所では川が氾濫しました。 どこまでの範囲が浸水するのかまた海の近くでは津波が発生しましたじゃあどこの範囲まで波が来そうなのかそういうふうな自然災害の被害範囲を地図化したもののことをハザードマップっていうふうに言います最後に火山地震津波による災害から身を守るためにしなければならないこととか各地域でやっていることについて見ていきましょう まず最初、火山の噴火。それによって土石流とか土砂が流れた場合、砂防ダムっていう土石流とか土砂を止める役割をするダムっていうのが作られているところがあります。また、実際に噴火すると噴火警報なんかが出んなす。地震が起きたら、そもそも建物の強度を高めるっていうのは、これは法律で決められていて、大きな地震にも耐えられるような強度にする。 ってていうのが決められています。実際に地震が発生したら緊急地震速報っていうのが出ねな海の近いところには津波が発生すると津波が注意報津波警報なんかが出るしまた高台への避難路っていうのが必ず設けられていますまた高い波にも耐えられるような避難ビルっていうのがあるねな 実際にこういう風な災害が発生したときすぐに対応できるように事前に避難場所とか経路っていうのを確認していてくださいまたこういう風な災害が発生したときスマートフォンとか携帯で電話とかメールをするのは電池が早くなくなる恐れがあるのでまずは避難場所に逃げるとその後で集合するっていう風なルールを家族とか友達 学校のクラスで決めるっていうこともこういう風うな災害から命を守るために必要なことです。